はい、皆さんこんにちは、村長です。今日もトレースと色塗りのお話をしていきますが、前回は同じようなことを iPad 版でやりました。今回はパソコンでやってみたいと思います。村長ミュージックスタジオ、今日は画面にクリスマスの長靴、これを貼っていますね。これでやっていきたいと思っています。トレースの部分は前回もやりましたので、今日はそんなに詳しくはやりませんが、ポイントはこの下絵をですねロックすること、そしてちょっと薄めにしてあります。黒がもうちょっと濃かったんですけれども、少し薄めにしてやると案外わかりやすいです。まあそこは好みでも OK です。ということでペンツールに持ち替えてこれをトレースしていきます。ちょっと途中は早送りしたりもします。ポイントはなるべく後ろになるところから先に書くということです。じゃあクリスマスの箱から書きたいと思います。一応基本はだいたい箱の線とかの中心を書いていきます。次にリボンを書いていきます。線を描くというよりも領域を描くような感じで、最後は結んでおく方が便利な時が多いです。終端までつないでいきます。次は杖の部分です。これ本当に杖なのかな。次は靴の下の部分を描きます。はい、このように細かいところは最後の終端をクリックして、そして書いていくと便利です。次は長靴の房の部分を書きます。今度は後ろの葉っぱの部分です。だんだんディテールが小さくなってきましたので、大きくして作業をするといいと思います。カーブのあるものはどちらかというと次に押す点の手前を作っていくというイメージです。でクリックします。今度も次の点を置いたら後ろのカーブを合わせます。カチン。カチン。まあここは手動で書きます。
もう一個書きます。次は丸い部分を書いていきます。こういう時はもう丸のツールでもいいと思います。書いてサイズを整えます。順番にコピーをします。はい、トレースが完成しました。こんな感じですね。そしてこれに色を塗っていきたいと思います。前回はここからの色塗りをですね、簡単にだけやりました。色塗りはイラストチックにするのか、水彩風もしくはアクリル風とか、ちょっと色の濃淡をつけたいのかによって2つの選択が変わっていきます。例えばこの杖の部分を描いていくときにですね、色を塗るのは塗りの色、そして線の色というふうに作っていくのも一つです。でもちょっと今日はそのやり方ではなくって、ピクセルペルソナというやり方をやっていきたいと思います。これもどちらかというと後ろの方からやっていきたいわけですけれども、一番下の靴の底の部分を選択しておきまして、画面上部にあるアイコンの隣ですね、これがピクセルペルソナです。このように選択をしておきまして、このピクセルを選びますと、ここの中だけに色をつけることができます。例えば黒っぽい色にしてみましょう。中の色を塗るときはペイントブラシを使います。そして今回はブラシの種類はアクリルというのでやってみましょう。濃さとか太さがいろいろあります。もちろん太さはこちらで変えることができるわけですけれども、これで色塗りをしていきますと、この書いた枠からはみ出ません。このように乱雑に書いていくことができます。こんな感じですね。例えば消しゴムなんかを使ってもいいと思います。消しゴムのツールでこういうちょっと傷の部分みたいなのを作っておくのも可愛くていいんではないでしょうか。今度はプレデントの箱を塗っていきたいと思います。ちょっと黄色っぽい箱にしたいと思います。そして箱がどこにあるかを確認します。レイヤーがどれかがよくわからなくなったら、アフィニティの方に戻って、そして選択をするといいでしょう。色は黄色、これで塗っていきます。今度はリボンを赤くやっていきたいと思います。はい、そして今度は杖の部分です。黄土色のような色にしましょう。
じゃあ次はサンタの靴の白い部分ですね。ふさふさの部分です。色は白にします。ちょっと色をつけておきます。ブラシはあえて薄めの色で塗っていきます。今度は葉っぱの部分です。もうちょっと濃い方がいいですので暗い色にします。次は金色の玉、これをやります。色を少し微妙に変えたいと思います。少し明るくします。ちょっと輝きのようなものを出すためにサイズを少し小さくしまして、そしてブラシは普通の基準ブラシ、こんなのでちょっと明るさを出します。消しゴムのツールでですね、こんな感じでどうでしょうか。この房の部分がもう少し味がある方がいい感じがします。ちょっとブラシを変えて色を塗りたいと思います。このカーブという部分ですね、これにもう少し灰色、これを調整したいと思います。そしてはい、このように粗めのエアブラシで色付けをしました。線がないところ、ちょっと直した方がいいようなところもありますよね。こういうのは少し色をつけてみますね。そして下絵を消します。はい、こんな感じに色付けができました。もう一度お話をしますが、右のレイヤーですね、これちょっと外に出しておきましょう。このように自分がこれから塗りたいレイヤーをですね選択しまして、例えばこの楕円、これを選びますよね。そしてピクセルに移動します。これですね。そしてブラシを持ちます。そして色を確定するんですけれども、もう少しちょっと違う感じにしたいと思います。これで色を塗ることができます。こうして色付けするとですね、アフィニティのデザインペルソナ、
こちらの方でベタッとした色をつけるだけよりもこのようにすると味が出ますよね。同じ色塗りでも少し遊び心も出ますので、このような塗り方も一つやってみてください。今日はイラストをトレースした後、ピクセルペルソナで色を塗っていく方法をやってみました。村長スタジオでした。